はい、麦谷です。ですね、ちょっと今回これ中に液体が入ってるんですけれども、ちょっと茶色い感じだと思うんですが、BCA を入れて、溶かしてあります。でこれ茶色いのはどうしてかというと、少し色がですね、あのアミノ酸っていうのは光が当たると、紫外線が当たるとこうメラニード現象っていうのが起きてですね、色が茶色くなるんですね。でそれが茶色くなっちゃうと少しこういう透明じゃなくて薄茶色になります。で BCA これですね、はい、BCA の特徴として水とですね、まあ、分離しやすくて最初なかなか溶けてくれないんですけれども、徐々に、溶けてくれます。大体まああの暖かい季節だったら、まあ、5分10分すればもうこんな感じなんですけれども、まあ、寒い季節だともう少し時間はかかると思います。ぜひ、皆さんもこうやって、B レジェンドジャンボシェーカーに水とですね、大体 10g とか僕の場合 15g ぐらい入れてるんですけれども、BCA を入れて溶かして、ワークアウトドリンクとして使ってみてください。おすすめです。